はいどうも、速録です。今日はですね、カイウィーツさんから2023年モデルの新しいテスターあるよっていうことで2台提供していただきました。カイウィーツさん、ありがとうございます。で、2023年モデルってことなんですけど、今年の9月に2023年モデルとしてこの2台の機種が出たそうです。こっちの大きい方、モデル KM601S っていうことなんですけど、まあ、この KM601 っていうのがもともと販売されていて、2023年に 601S として再登場したそうですね。で、こっちは KM602、 こちらも同時期に新しい新モデルとして販売されておりますと。で、今回見ていくのは一体何が変わったのか、そこをね、チェックしていきたいと思います。早速ね、開けていきます。よいしょ。あ、結構可愛い。ケースもなんか新しくなりましたね。ちなみに前のケースってこれなんですよ。今この左側に置いてますけど、これのケースがこれでした。で、今回はこんな可愛いケースになりましたよと、まあ、ケースもちょっとグレードアップしたのかなということで、今箱の中から2台とも出してみました。入ってるものは両方一緒ですね。マニュアル と、ケースの中に本体、こちらもマニュアルとケースの中に本体、あとプローブも入ってるかなと思います。じゃあまずちっちゃい方から開けていきましょうか。おお、なんかかっこいいっすね。なんかスマホみたいだな、これ。めっちゃ顔映りそうだけど。あとプローブ、ん、なんだこれ、USB 充電式なのかな。あと熱伝追プローブですね。これはなんかどうやら充電式っぽいぞ。ちょっとこれ充電しとかないとまずくね。どこに挿すんだこれ。あ、ここだ、あった。 DC5V、 ここに挿して充電するんですね、きっと。へー、なるほど。まず進化ポイントとしては、充電式になったそうですね。これ早速充電してみましょうか。おー、来た。はい、チャージ 60% になってますね。やっぱりこれ充電式なんだ。ってことはこっちもそうなのかな。なんかもうすでに2023年モデルの進化ポイントが見えた気がしますね。こっちはこんな感じ。こっちは画面小さめですね。これが KM601S ということで、あ、やっぱりそうだね。これ USB 入ってますね。 USB とプローブと熱伝追プローブと、このセット、まあ、セットは一緒ですね。もうなんかもう 80% になってるけど大丈夫か。まあいいや、これ 80% なら使えるよね。とりあえず抜いちゃえ。えい、こっちも挿していきます。同じですね。上部に DC5V のジャックがあるんで、ここに挿す感じですね。これは一緒でしょう、ケーブル。あ、こっちも 80% だ。うわ、なんかこのチャージしてる様がかっこいいっすね。なんかこれだけでもういいや。すごくかっこいい気がする。なんか本当に見た目がかなりかっこよくなりましたね。まああとは性能がね、どうなんだっていうところで見ていきたいなと思います。まあ性能はそこまで変わんないと思うけど。あ、ちなみにこの大きい方ですね、この KM601 が1万カウントで、こっちの KM602 が6000カウントの製品になってるそうです。前のね、こちらのカイウィーツさんのこれは2万カウントっていう、かなりプロ向けのプロ仕様のものだったんですけど、もうなんかね、悪く言えば煩わしさがいっぱいあるような、まあプロ向けの製品になってるんですけど、まあ、今回はかなりね、ボタンも少なくなって、でこっちに関してはもうボタンが画面にないみたいなね、まあ、このサイドの方にね、ファンクションボタンとかがあるような感じにはなってるんですけど、こっちにもありますね。こっちはサイドにはボタンはありません。電源ボタンが上にあるだけで、ボタンは全部手前、画面上にあるような感じですね。これは物理ボタンになってます。とプローブ刺す場所が4箇所、これきっと光るんじゃないかな。これもこんな感じの仕様になってますね。一旦電源オフにしまして、再度電源オンにしてみます。電源はこの上ですね。上のボタンを押すだけで電源オンになるんだと思います。長押しですね。はい、長押しでオンになりました。この製品はね、オートで測定できるみたいですね。で、やっぱり今下光ってましたけど、ファンクションを変えるとここに挿してくださいっていう、これ非常に分かりやすいですよね。手動で変えると、まあ、どこにプローブを挿せばいいのかっていうのが、差し込み口が点滅する形で知らせてくれますと。よいしょ、はい、ここになったりしますよと。こんな感じで、まあ、使い方は本当にいつも通りかな。通常はこのオートモードでいいと思います。で、手動モードで測定したい場合はこのオートファンクションボタンですね。これ右矢印と左矢印あるのは意味があって、右矢印の方を押すことでこれで、マニュアル測定になるんですね。で、オートに戻したいときは左側を押すことで一発でオートになります。手動モードでこの手動のレンジを変えたいよってときは
このまま右を押していけばいいんですね。そんな感じの仕組みになってるみたいです。このレンジボタンを押すことによって測定結果によっては見づらいことがあるかもしれないので、レンジボタンで表示の桁数を変えられるんだと思います。あとホールドボタンと、あとこれなんだ、セル、これライトかな、長押しすると、あ、やっぱりそうですね、はい、ライトがついてますね。あとマックス、測定結果の最大値と最小値、これを押すことで見ることができるんだと思います。ちっちゃい方も基本的な機能は同じだと思います。上で電源オンオフですね。こちらもちゃんとオートで測定できるようになってます。でこちらのね、差し込み口は下ですね、3つあるような感じですね。で真ん中と右側差してねと、そんな表示になってます。でこれマニュアルでやるときはここですね、このファンクションボタンを押すことで、はい、これでマニュアル測定になると思います。あ、これも分かりやすいですね。もう画面上にどこに差しなさいよっていうのがもう光るというよりちゃんと出てくれる感じですね。あ、素晴らしいねこれね。わあすげえ、これかっこいいな。これ真ん中ぐらいまで進んでもオートに戻したいって時は長押しすることでオートに戻ると。なるほどなるほど、これも考えられてますね。だいたい使い方が分かったんで、じゃあ次はね、実際に測定してみて、前に紹介したこのカイウィーツさんの2万カウントのものですね、今自分が手持ちで持ってるもので一番測定結果信頼できるのこいつなんで、こいつで測って、でこっちはどうなのか、そんな実験をしてみたいと思います。ちょっと言うの忘れてたんですけど、説明書ですね。説明書はしっかり日本語で書かれてますんで、まあ初心者の方でもどういう風に使ったらいいかとかね、測定の方法とか全てここに書いてますんで、まあこれを見てやっていただければ使い方もすぐわかるかなと思います。すごく詳しく書いてますね。で、ちなみにちっちゃい方もこっちも大丈夫ですね。でね、両方ともね、3年保証ついてるみたいなんで、まあそのあたりはかなり安心して使えるかなと思います。はい、ということで今中身開けてみましたよと。で今見てみるとプローブ若干差がありますね。こっちがね大きい方 601S の方ですね。でこっちが602の方ですね。で両方一応マックス 10A になってるんですけど、コードのね太さはあまり変わらないんですが、この先端の持ち手ですね、この持ち手の太さがねちょっと違いますね。この一番右のこの602の方が若干細いんですよね。ここも違うでしょ、これこの辺なので若干小型のものが602の方には付属されてます。で両方とも一応プローブのカバーはついてますね。あとこのバナナプラグの方にもカバーがしっかりついてます。これは両方共通ですと。これでね3年保証がついてるってことなんでなかなかいいよね。でとりあえずオートモードで測定しようかなと思うんで、はい、オートの時はこの右2つですね、ここに接続する形になりますと。でこんな感じで準備 OK と。で次小さい方ですね。小さい方はもう常に表示されてます。こことここに刺してねと。でこの小さい方はこの下ですね、この下に刺すと。はい、これで準備が整いましたよと。でとりあえずこれ今つないだ 100V のタップですね、こちら用意してるんでここにブスッと刺していきたいと思います。でこっちの前のやつはねスタンドになってるんで結構皆さん見やすいと思うんですけど、こっちもないのかな。お、これ開くんじゃない、違うか、怖え。お、開いた、あーおースタンド付きでしたね。こっちもあ、いいじゃん。あ、なんかちょっと見づらくなった、光って。まあいいや、せっかくなんで立てときましょうか。こっちは、あ、こっちはないんだね。なるほど、こういったところもちょっと差があるんだね。ではまずこの一番左の2万カウントの方からブスッと刺していきたいと思います。いいよ、あ、やべえ、やっちまった、 DC になってるわ。なんか変だなと思ったらこれがねマニュアルのダメなところですね。自分が悪いんだけどね。はい、今 AC にしましたんでもう一回刺します。ザクッと。はい、こっちの2万カウントの方はしっかり測定できてるときはこういったオレンジのランプが点灯します。で今、101.8V、9V このあたりをうろうろしてる感じですね。で右上に、49.9Hz、まあ 50Hz ですねっていう数値も出ておりますと。じゃあ次にこの真ん中の2023年新モデル KM601S 挿してみたいと思います。ザクッ、101.3V、50Hz、49.9Hz。はい、こんな感じで出てますね。101.3V? あれ、さっき何 V だっけ？ 101.6V。
と、101.3V、4V、ちょっと差がありますね。でもこれめちゃくちゃ数字大きくて見やすいな。すげえ見やすい。じゃあ次これ、これちょっと寝せたままで申し訳ないんですけど、こっちも挿してみます。ドンドン、101.4、101.5、101.8 で 50Hz なので、まあ大体全部いい線いってると思います。問題ないですね。それにしてもこれめっちゃ大きくて見やすいっすね。この右のちっちゃい方がこのオートの文字も大きいんですよね。小さい文字だと見づらいっていう人にはかなりいいんじゃないかな。これ測定値めちゃくちゃでかいっすよ。これすごくでかくないですか。 101.4、 101.5、なかなかいいですね。で今はね、交流の電圧測ったんで、次は直流の電圧を測ってみたいと思います。ということで、乾電池ですね。まずじゃあこの一番左の2万カウントの方ですね。そうそう、これついつい忘れちゃうね。オートレンジじゃないんだよね。はい、 DC ですね。よっ、1.5857、 こいつはね2万カウントなんで、下4桁綺麗に出ますね。 1.5860。 じゃあ次真ん中の KM601S ですね。よっ、はい、1.588 ということで、こっちはね1万カウントなんで下3桁だけ出ます。次一番小さい602ですね。よっ、こちらも 1.587 ということで、まあどれもニアピンですね。全然問題ないと思います。はい、次はね、安定化電源を使ってもうちょっと高い電圧を流してみたいと思います。で今設定しているのがちょっと見づらいですけど 12V ですね。 12V の 1A にしてます。で今こちらと、接続して 12V を流して、一体何ボルトで表示されるのかっていうことですね。で安定化電源なんで結構正しい数値が出ます。今なんか抵抗を測ってくれてますね。ということで、このままスイッチをオンにしていきます。スイッチオン。お、素晴らしいっすね。安定化電源で 12V 出して、測定値も 12.01 ということで、かなり正確な数値が出てるかなと思います。で安定化電源はね、まあ、過去に何回かも測って正確な数値出てるのが分かってるので、これはかなりね信用できる数値かなと思います。では次に KM002 の方ですね。これね、面白いのがこれ今オートになってるじゃないですか。これ違うところに挿すと、もう勝手にこれ測定変わるんですよ。これすごくいい機能ですよね。なのでもう挿した段階でこいつが認識して、電流の測定だねと、もうそういった感じでもう勝手に動いてくれるんですよ。これだとオートですね。なので勝手にこっちもオートみたいなね、そんな動きをしてくれます。これはね、こいつも一緒ですね。これ両方とも同じような動きをします。ちょっと脱線してるんだけど、こっちも例えばこれ抜いてこっちに挿しましたよ。はい、そしたらこれ勝手にね、マニュアルの電流測定の方に移りますよね。っていう感じで、このあたりもオートで動いてくれるので非常にいいかなと思います。ちょっと脱線しましたが、これから 12V 流していきたいと思います。スイッチオン。いいですね。こっちも 12.0102 くらいになるんで、まあ誤差 0.01 くらいですかね。ちなみにこっちでやると、はい、12.009 ってことで、かなりいい数値が出てるんじゃないかなと思います。次は直流 DC の電流を測定していきたいと思います。でいつも通りね、こちらの負荷装置ですね、こちらを使って、まあこれの電源のために安定化電源を用意しているって感じです。まずこれスイッチ入れてきます。 12V1A でスイッチオンと。で今回も以前同様、流す電流は 1A にしようかなと思いますんで、はい、1A ですね。 1A に設定して電流を流していきます。でこのプローブはこれに付属しているものじゃない違うプローブを使います。ザクッと挿して、これでスイッチをオンにしていきます。オン。はい、今 1A の電流を流してます。お、いいとこじゃないですかね。 1.002A、 電流の測定結果も大丈夫そうですね。じゃあ次ちっちゃい方でやってみたいと思います。じゃあこちらもスイッチオンにします。いけ、 1.002A、 こっちも問題ないですね。全然問題ない、いい数値が出てるかなと思います。まあ念のためこれがおかしくない証拠に、前に測定したカイウィーツの2万カウントのやつにも一応つないでみましょうか。スイッチオン。はい、1.0037、
1.004 行ったり来たり、この辺りの電流が流れているので、先ほど2台ともいい数値が出てるのがわかるかなと思います。では最後に NCV 非接触電圧検出ですね、こちらをやってみたいと思います。またテストに使うのはこのコンセントですね。これかなり感度悪いんですけど、感度悪い中どれだけ探知できるかっていうところでやってみたいと思います。まず前に紹介したカイビーツさんの2万カウントのこちらのテスターでやってみたいと思います。ローなんですよね、やっぱりね。これね、どれでやってもね、あんまりこのコンセント反応してくれないんですよね。でも一応ピー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 ってなりますんで。なった。じゃあ次は KM601 です。こいつハイになんねえな。ちょっと反応遅い気がする。でも一応なりますね。はい、こんな感じです。じゃあ最後に KM602 ですね。こっちハイになったりしますね、こっちはね。ハイだ。こっちの方が感度は良さそうな気がしますね。実際の壁についてるあのコンセントとかにやると、どれもちゃんとなるので、でもやっぱりね、これがちょっと一番ならないかなっていう気はしましたね。こいつが一番よくって、次にこいつで、最後にこれかなっていう感じ。結果どれもなるんだけど、そんな違いがありました。はい、ということで一通りやってみましたが、いかがでしたでしょうか。正直測定結果はね、大した差もなく、どちらも良かったかなと思います。で、こちらの値段なんですけど、まずこの KM601 ですね、こっちがね、6099円っていう価格で販売されてます。で、こっちのちっちゃい方ですね、こちらは現在4690円で 5% オフのクーポンが出てますね。この 5% オフのクーポン出てる時と出てない時とかいろいろあると思うんですけど、あくまでも現在の価格として抑えてください。なので4000円ちょっとかな。で、どれがおすすめかというと、普通に一般の人が使うのであれば、僕はね、これでいいかなって思ってます。この一番ちっちゃいやつですね。こいつね、ちっちゃいとはいえ画面表示非常に大きいですし、字が一番でかいんですよね。で、なんかちょっとスマホみたいで、いいかなと思います。特にね、このスタンドとか必要一般の人はないと思うんで、僕なんかはね、結構こうやって見せるために立てたりすることは結構あるんで、あるといいなとは思うんですけど。で、モード的にはこっちの方がこのミリアンペアの測定モードが1個多いぐらいなのかなってパッと見思うんですけど、ただできることは正直私がやる分に関しては、どっちでも賄えるので、おすすめはどっちかというと正直こっちの安い方でいいんじゃないかなっていう気がしてます。これ結構ね、コンパクトでいいですよ。ちょっと分厚いスマホを持ってるような感じで表示が大きいみたいなね、これはかなり使いやすくておすすめできるかなと思います。こっちはね、ミリアンペアがあるんで差し込み口が4つ、こっちはミリアンペアがないので、このバナナプラグのジャックが3つしかない、そんな違いになるかなと思います。どれを買っても結果後悔はしないと思います。全然測定結果に差はありません。あとはどれだけ細かく見たいかってところなので、2万カウント、1万カウント、6000カウント、このカウント数をね、基準にして選んでいただいてもいいのかなと思います。はい、ということで今日はカイウィーツの2023年新製品 KM601S、KM602、 この2つのね、デジタルテスターを紹介させていただきました。で、こちらの商品、いつも通り概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。